郎駅長チャンネル。量子エンジンとは、量子エンジンは量子力学の原理を利用して動力を生み出す革新的なエンジンです。量子力学は原子や分子、素粒子などの極微な世界の振る舞いを扱う学問であり、これらの微小な粒子の特性を利用して動力を生成します。従来の内燃機関のように燃料を燃焼させるのではなく、量子エンジンは量子エフェクト効果を駆使してエネルギーを生成するのです。量子力学の基本概念、量子力学はその非直感的な現象で知られています。以下はその代表的な概念です。重ね合わせ、スーパーポジション。量子力学では粒子、例えば電子が同時に複数の状態に存在することが可能です。これを重ね合わせと言います。例えば電子が複数の場所に同時に存在することや、異なるエネルギーレベルで同時に存在することができます。重ね合わせの原理は量子コンピュータの基本動作原理でもあり、量子エンジンの動力生成にも応用されています。量子もつれ、クワンタムエンタングルメント。量子もつれとは、2つ以上の粒子が強く相互作用し、それによって1つの粒子の状態が他の粒子の状態に依存する現象です。これにより物理的に離れていても一つの粒子の状態を変えると瞬時に他の粒子の状態も変わるという性質があります。この特性は安全な通信システムや超高速演算システムなど量子コンピュータ以外の多くの応用に役立っています。量子エンジンの動作原理。量子エンジンの動作原理はこれらの量子的な性質を巧みに利用することにあります。特にボース粒子、ボゾンとフェルミ粒子、フェルミオンの変換が重要な役割を果たします。ボース粒子とフェルミ粒子、ボース粒子、ボソン、整数スピンを持つ粒子、光子やグルーオン、ヒッグス粒子などがこれに該当します。フェルミ粒子、フェルミオン、反整数スピンを持つ粒子、電子やニュートリノ、クォークなどがこれに該当します。量子エンジンはボース粒子とフェルミ粒子のエネルギー差を利用します。極低温環境下ではボース粒子はフェルミ粒子よりも低いエネルギー状態にあり、このエネルギー差をエンジンの動力源として利用できるのです。動作の具体的なメカニズム。量子エンジンではボース粒子をフェルミ粒子に変換し、また元に戻すことでエネルギーを生成します。フェルミ粒子のスピンは反整数ですが、これを2つ組み合わせて分子にすると整数スピンを持つため、ボース粒子として扱うことができます。この分子を分解することで再びフェルミ粒子を取り出し、この変換プロセスを繰り返すことで動力を得ることが可能です。以下に具体的なサイクルを示します。初期状態生成、フェルミ粒子を組み合わせてボース粒子を生成。エネルギー変換、ボース粒子とフェルミ粒子のエネルギー差を利用して動力を生成。粒子変換、ボース粒子を再度フェルミ粒子に分解。動力利用、生成されたエネルギーをピストンやタービンに伝達。このサイクルを繰り返すことでエネルギーを安定して供給することができます。量子エンジンのメリット。量子エンジンは従来のエンジンと比較していくつかの重要な利点を持っています。高効率。量子エンジンは量子力学の性質を利用するためエネルギー変換効率が非常に高いです。例えばOIST とドイツの研究チームが構築した実験設定では、従来のエンジンと比較して最大で 25% も効率が向上することが確認されています。環境に優しい。量子エンジンは化石燃料を使用しないため二酸化炭素の排出がありません。これにより環境に優しいエネルギー源としての役割を果たすことが期待されています。多様な応用分野。量子エンジンはその小型化と高効率性から多岐にわたる応用が期待されています。例えば宇宙開発、医療技術、高速情報処理システムなど様々な産業で利用可能です。低温度での動作能力。量子エンジンは極低温での動作が前提ですが、これによって従来のエンジンでは実現できなかった高効率な動作が可能となります。ただしシステムを低温に保つための技術とエネルギーが必要となります。量子エンジンの課題と限界。しかし量子エンジンにはまだいくつかの克服すべき課題や限界があります。技術的な高度差。量子エンジンの開発には高度な技術と専門的な知識が必要です。量子状態の精密な制御や安定化は非常に困難であり、これを実現するためには高度な研究と設備が不可欠です。例えば粒子の状態を精密に制御するための冷却技術や高度な計算能力を要する量子シミュレーション技術などが求められます。
実用化への道のり、量子エンジンの実用化にはさらなる技術開発とコスト削減が必要です。現段階では主に研究段階にあり、商業利用には至っていません。特に低温環境での実験には多大なエネルギーが必要であり、これが商業化の障壁となっています。環境ノイズと安定性、量子エンジンは外部の環境ノイズに非常に敏感です。量子状態の変動や破壊を防ぐためには外部の干渉を最小限に抑える必要があります。これには高度なシールド技術やノイズキャンセリング技術が必要となります。量産技術の確立、量子エンジンを産業界で広く利用するためには製造プロセスの最適化や効率的な量産体制の確立が必要です。現在のところ実験室レベルの技術であり、大規模な生産には至っていません。この点も技術開発の重要な課題となります。研究の最前線、量子エンジンの研究は進行中であり、様々な研究機関が重要な成果を報告しています。沖縄科学技術大学院大学 OIST、 沖縄科学技術大学院大学 OIST は日本の沖縄県に位置する国際的な研究機関であり、量子エンジンの研究で世界的に注目されています。OIST の量子システム研究ユニットはドイツの研究チームと協力して極低温で動作する量子エンジンを設計開発しました。以下に OIST の研究チームの主要メンバーを挙げます。キール・キメノの博士課程学生、エロイサ・クエスタス博士、トーマス・フォガティ博士、トーマス・ブッシュ教授。研究チームはボース粒子とフェルミ粒子のエネルギー差を利用して動力を生み出す量子エンジンのプロトタイプを開発しました。このエンジンは従来の方法とは違い、熱の変動を利用せずに効率的なエネルギー変換を実現しています。ドイツの共同研究チーム OIST と共同で研究を進めているドイツのカイザースラウテルン・ランダウ大学およびシュトゥットガルト大学の研究チームも量子エンジンの開発において重要な役割を果たしています。彼らは実験環境を整備し、量子エンジンの効率を最大限に高めるための理論的実験的研究を行っています。未来の展望、量子エンジンの将来は非常に明るく多大な可能性を秘めています。産業界への応用、量子エンジンはエネルギー消費が大きな産業において重要な役割を果たすことが期待されています。例えば製造業、運輸業、さらにはリモート地域や災害時の電力供給など多岐にわたる分野で利用が考えられます。特に量子エンジンの特性を生かした小型高効率のエネルギー源は宇宙探査や極限環境での利用にも大きな可能性を秘めています。量子技術との融合、量子エンジンの発展は他の量子技術との融合によってさらに加速されます。例えば量子コンピューティングや量子通信と組み合わせることでエネルギー効率の高い通信システムや計算能力の向上が期待されます。量子コンピューティング、量子コンピュータは伝統的なコンピュータでは不可能な複雑な計算を高速で行うことができます。量子エンジンを動力源とすることでその性能をさらに引き出すことが可能です。量子通信、量子もつれを利用した量子通信は高度なセキュリティを提供します。量子エンジンと組み合わせることでエネルギー効率の良い安全な通信インフラが構築できます。医療技術への応用、量子エンジンは医療技術の進展にも寄与する可能性があります。例えば極小型の量子センサーを利用した高精度な診断装置の動力源として利用できるでしょう。これにより新しい治療法や診断法の開発が促進されます。環境技術への応用、量子エンジンは環境に優しいエネルギー源としての役割も期待されています。化石燃料を使用せず排ガスを出さないため持続可能なエネルギー供給システムの構築に貢献できます。量子エンジンは量子力学の原理をもとにした革新的なエネルギー生成システムです。高効率で環境に優しい特性を持ち多岐にわたる応用が期待されていますが、技術的な障壁や実用化への課題も存在します。現在も研究が進行中であり、将来的には様々な産業分野での利用が期待されるでしょう。量子エンジンの研究と開発はエネルギー産業の未来を大きく変える潜在能力を秘めており、これまでに達成された成果はその一端に過ぎません。今後のさらなる研究進展がこの分野の持つ革新性と可能性を明らかにし、私たちのエネルギー利用方法に革命をもたらすことでしょう。本日はご視聴ありがとうございます。番組登録をお願いします。